こんばんは。作れたくありがとう。こんばんは。ドラマもハートもありがとうございます。こんばんは、中村舞です。めっちゃさ、めっちゃむくんでてさ、顔が見せられないぐらいむくんでる。なんかすごいむくんでるんだよね。だ、お疲れありがとう。あともありがとう。晴れぼったい。なんか本当ならもありがとう。皆さん一日お疲れ様。元気ですか？元気ですよ。ちょっと疲れがめちゃめちゃ出てるかも。なんかもうやばいね。なんか顔が、お風呂入りました。さっきお風呂入って髪乾かして今です。ホットドラマありがとう。ちょっとカチャカチャ言う。メール今日送れてない、ごめんね。明日送る。メール送れてないよ、申し訳ない。ハートありがとう。どこだろう。ありがとう。今日はレッスンをしてました。そうなんですよ。ありがとう。だるま、ちょっと顔半分で、半分半顔配信。全然家にいますよ。家の洗面所、洗面所、洗面所。ありがとう。初見さんも、中村舞です。愛媛県出身です。いつものすぐにお風呂入る気。いや、もう入りました。寝起きって言われる。起きてます。シャワーじゃろ、うん、年中シャワー、冬でもシャワーです。姉級連休で浮かれていませんか？浮かれてないですよ。姉級って3連休なのかな。でも今日なんか仕事行ってたよ。
なんか 半日ぐらい仕事行ってた。いいね、ありがとう。マニキュー、アネキュー呼んでみた。あ、ね、仲間だ。いや、そうだよね。人類みんな連休で休んだらさ、この世界が回っていかないもんね。休んでる人がいるってことは働いてる人もいるよね。ありがとう、だるま。マイキュー土日関係なく仕事です。マイキューは平日の方がまだあれですね。土日は、土日お休みの方が珍しいですね。休みが欲しいって思うか。どうでしょう。でも私なんですか、寝ないとすごいもうやっていけないので、なんかね、もう加入したての頃は仕事が毎日会ってほしいし、休みがあんま好きじゃなかったんですけど、今はそうでもないですね。お休みいただいたら素直に、あ、ありがとうございますって思いながら寝ます。体調が良くないとお仕事にも影響は出ます。ありがとう。本当に入りたては誰かが仕事なのに自分が休んでたらめっちゃ嫌だった。なんか本当になんで自分休んでるんだろうみたいな、みんななんかお仕事入ってるのにみたいな気持ちになってた。健康大事だよね。ゲームするか。スイッチを誕生日4月だったんですけどに家族からもらったんですけど、本当にここ最近手をつけられてなくって、多分何ヶ月やってないんだろう、2ヶ月ぐらいやってないのかな、やってないんですよね。やらないと義務やってないよ。なんか移動中やればいいじゃんって言われてたんだけど、なんか移動中は寝るから、マニキュアもやってないと思う。お疲れ、ありがとう。何のゲーム？なんかね、もともと持ってたのはルイージマンションで、あと何個かあるよ。なんかね、
ソフト買ってないんですよ。ソフト買ってなくって、で誕生日にスイッチとソフトを一緒に一個ずつもらったんですけど、でもソフトが増えたのはあのプレゼントでソフトいただいて、そうあのマリオ系のゲームとか、え、そうなんよ、なんで買ってないんですけど、そうあのソフトは増えました、いただいて。ゲームいただきました。動物の森やってそう？やってない。やってないし、多分続かん。あの、何ですか？私、あんま続かんくてゲームが。ありがとう。あ、リオちゃんがいる。いやーん。いやーん。今日のこんな、なんか、むくんだ顔が、うわー。隠れよう。ほっぺだけ見せよう。これがほっぺです。首、どういいんだろう。ありがとう。今日は NG。 耳も耳、壁。何これ、漢字が読めん、何とかも見せてとか言われたけど漢字が読めん、漢字で書くな、読めんだろう。ふくらはぎ、ふくらはぎって言うん、ふくらはぎ見せてはちょっとな、有料です。配信じゃあちょっと、ライブで有料有料です。しょうがないから私の、あ、やっぱりやめようつむじ見しようかなって思ったけど恥ずかしくなった。どうもありがとう。つむじ、そう2個、2個あるよ。でも1個はどこで、知らん、どこやっけ、忘れたわ。ほくろある？そう、ある。特殊能力ないの？何ですか特殊能力って。ないですね。特殊能力でもある人に出会ったことはあるかも。
無課金の部位はどこですか？何が見たいんですか？とても怖い。顎です。うおお、湧いてる。顎で湧いた。親指？いいね。ツルツルの顎ですね。ありがとうございます。そうなんですよ。自慢のツルツルの顎でして。どうもどうも。手のひら。私ね、手大きいって言われる。どう？分からんね、そんな。なんか比較がないと。指？あ、足の爪を見せようかと思ったけどやめました。足が届かん、そもそも。今塗ってるんですよね。そう、なんかネイルが基本ダメなんですけど、足出さないから、そのサンダルとか履かないから、あの衣装とかで、だから足だけいつも塗る。ありがとう、職員さん。中村舞です。ペリキュアしてる。何色？なんかピンクゴールドみたいな。ピンクゴールド？ネイルダメだった。うん、なんかあれによる、あの透明とかは OK、 なんか健康なピンクみたいなやつだったら OK かも。今でも手何もしてない。撮影で塗るのはあるけど、私がどこを見るか、人の目、目と歯。私さ、人の歯並び見るの大好きなんだよね。だからさ、千穂ちゃんとかもさ、めっちゃ歯見ながら喋っちゃう。歯めっちゃ見ちゃう。なんか千穂ちゃんの歯並びめっちゃ好きでさ、わー歯だ、熾烈、かわいい、好きな歯。やえば？え、やえばかわいいよね。でもやえば、メンバーでやえば誰だろう、あんまいないかも。目か歯ですね。あとなんだろう、確かに強制したらね、やえばなくなっちゃうもんね。私もやえばでもないです。やえばってあるないがあるのかな、わかんないけど、糸切り歯のことなのかな。キャ
犬馬、犬馬、あ、剣士か。はい、剣士ですね、これは。いや、ちょっとひらがなだけもう読みづらい、読みづらい。ありがとう。違うんよ、聞いて聞いて、あの、間違えたけど知ってたから。だって違うの、なんか配信しててこうやってボーってこう見ててコメント欄で、あーってそのままなんとなく読んで間違えました。言い訳しとこう、間違えたんです。知ってました、本当です。漢字、でもそんなにめっちゃ漢字に弱いわけじゃないと思うんですけどね。おかしいな。コメント高速で流れるから、なんかさ、おきちゃんがさ言っててさ、コメントをさ、コメントがめっちゃ来たら、このなんかこのさ、なんか最近ショールームの仕様が変わってなんか盛り上がり指数になったらしくて、その盛り上がり指数はコメントの量で変わるんだみたいな言ってて、で、そうなんだ、そう、盛り上がりなんか、なんか盛り上がりってなんやろって感じやけど、盛り上がり度。そう、おきちゃんが言ってた、これはコメントの量で変わる、そう、教えてもらって、そうなんと思って、高速星マーク、本当だ、星マーク、今盛り上がってる、盛り上がってますね、大変。盛り上がってますか、イエーイ、ライブ、めっちゃ盛り上がってる、めっちゃ盛り上がってますね。前からコメント早いです。でもね、めっちゃねしてくれるの、みんな、だから私は嬉しい。動体視力が良すぎてコメントめっちゃ読まれる。本当？結構読んでるよ。読めます。ありがとう。盛り上がりでは訪問者数とコメント数とギフト数で算数。へえ、そうなの。
目疲れそう？見て。元気。元気な目。読んでくれるので愛を感じる。愛してるよ。愛してるよ。むくみ取れた。いや、そんなすぐには取れません。なんか軽い？いや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 、それは私のこと分かってませんよ。私は激重ですよ。本当ですよ。胃もたれするくらい。そうですよ、二郎ですよ。私の愛は背脂増し増し二郎。チャラクアレウィース。ジロー、もう最近食べてないかも。なんか愛媛帰る前日にジロー食べて帰ったんですよ。でも前日だったから別にいいやと思って、そしたらお母さんになんかニンニクの匂いがするねって言われて、私結構ショックで、前日に食べたのにニンニクの匂いするんだと思って、あんま食べてない、そっから。悲しい。え、待って、おやきゅうって言われるんだけど。嘘。え、ちょっと待ってくださいよ。私タワーのお礼してないんですけど、ちょっとタワーのお礼今しよう。じゃーん、ミッキーさんありがとうございます。あのなんかお城のタワーもらったんですけど、シルバーだったんですよ。なんで侍つけときました。今日は侍入りの ありがとうミッキーさん、ありがとう。お侍つく時間がやばい。え、ちょっと待って、ありがとう。壇上呼ぶよ。みやびさん、はやりんごさん、としきさん、シーサーさん、ぼんちゃんさん、おさんずさむさん、ココさん、ゆずきちさん、福太郎さん、もとまちさん、きなぺこさん、とおるさん、くまねパパさん、ありがとうございました。おや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 、おやすみおやすみ。シルバーウィーク2日目。うわ、中日ですね。おやすみなさい。また明日。ワンワン。